高速丸、高速丸は、日本海軍、兵部省所管の運輸船。元は、西上海で万延元年、1860年に竣工した木造外輪機船で、アメリカ機船、フィ船、フィー、シーン。慶応2年、1866年8月に江戸幕府が購入し、高速丸と命名された。明治3年、1870年に静岡藩から献納され7月5日に兵部省所管となる。翌明治4年、1871年7月12日除籍、東京丸、購入費用の一部としてイギリス人に交付された。性能所言。